今回はサムスンの 970EV をプラスという M.2 の 500GB の SSD をデルのエイリアンウェアの空いているシリアル 88PCI エクスプレスロー対応の M.2 スロットに増設した時のメモ動画です。関係ないけど、お世話になった、五眼レンズが使えるフィルムカメラの代名詞、トモグラフィーの、通じゃない方のフィッシュアイが、500円で投げ売りされてたことに、時代の流れを感じました。ここからは、時間ないので、増設の様子だけ簡潔にカット編集してます。ちなみにこれは、レインボーシックスというゲームのコラボモデルで、ゲームのアクティベーションコードがついてます。裏側の動画に映っている5箇所のネジを緩めていきます。ネジは外れないので徐々に緩めて爪のある部分を剥がす感じ。外れました。今回はバッテリーケーブルを抜いて作業します。かなり硬かったのでケーブルがちぎれるんじゃないかと気が切れなかったです。取り付けはネジを外し SSD を差し込み、またネジを締めるという流れです。取り付け完了です。楽の手順で元に戻します。内容物は説明書とツールの紹介、ゲームのアクティベーションコードの3点。価格は税込み 16,718 円プラスポイント 10%。 まずは起動確認と SSD のフォーマット、ちゃんと認識されてます。無事にフォーマット利用できるようになりました。サクッとベンチマーク。ハードディスクドライブより圧倒的に速くなり、動画編集がはかどりそうで、この結果に満足です。何よりハードディスクドライブを持ち運ぶ必要がなくなったのがいいですね。主に動画編集用に利用するので、試しにプロジェクトを移して動作確認。この前映したピクセル 3XL のテスト剣釣り動画ですが、タイムラインを適当に移動させてもハードディスクドライブより遅延なく追従してくれてます。まあただ M.2 の SSD をエイリアンウェアに増設しただけのメモブログですが、参考になれば幸いです。ではでは。